このところイスラエルとパレスチナの紛争が再び世界の注目を集めています双方が報復を繰り返し死傷者が急増し1948年にイスラエルが再興されて以来特に1967年にイスラエルが東エルサレムを略奪して以来両者の対立は止むことがなくこれまでに戦争だけでも5回起きています問題の焦点となっているのは東エルサレムの神殿の丘にある アアルククサモスクですこのモスクの立地はイスラエルの実効支配下にありますが管理はヨルダン宗教省が事前事業として行っていますすなわちイスラム教における聖地ですしかしイスラエル側はここは自分たちの聖地でもありかつてここに2つの神殿を建て救世主メシアを迎えるために3つ目の神殿を建てる予定だとしパレスチナのモスクは自分たちの領域を侵害していると主張しているのです